どうも皆さんこんにちは、着髪です。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーンのね、注意事項解説ということで今回ね動画やっていきたいと思います。まあ何度もですね、この GoTo トラベルキャンペーンのね動画出させていただきましたけども、7月27日よりですね、各旅行会社でね割引料金ね、込みの料金だったりとか、クーポン利用できたりとかですね、まあそういった感じで割引料金でね予約ができるようになってるんですけども、確かにですね、かなりお安く対象外エリアでなければですね、まあお得にね旅行が楽しめるっていった感じなんですけども、各旅行会社のですね注意事項、こちらね特に確認してほしいなと思いまして、今回ねこの動画作らせていただいております。まずね、ヤフートラベルなんですけども、ちょっとこれにね画像を出しておきますけども、検索するとですね、まあこんな感じで料金がですねその場で割引されてですね払うといった感じで利用することができます。まあ表示もねとても分かりやすくですね、いくらね割引が入ってるっていうのも分かりやすくて、まあ利用しやすいですよね。ですけどね、注意事項をねこちら確実に、ね、見ていただきたいなと思うんですけども、こちらもね公式サイトの画像ね出しておきますけども、今後ね新型コロナ肺炎ね感染状況によりクーポン配布を中止または一時停止したり、対象期間や、利用対象施設を変更する場合があります。この場合クーポンを利用した予約であっても割引適用を中止する可能性がありますのでご注意くださいっていうね、こちらね注意事項が書かれております。まあこの文言からするとですね、クーポンを利用した、まあ、予約であってもですね、まあ、適用中止をする可能性があるということで、まあ、適用中止になればですね割引分っていうのは、まあ、追加でね、まあ、請求が来る可能性がね、まあ、十分考えられるというふうになりますので、この点はね特に注意していただきたいなというふうに思います。次にね楽天トラベルですね。まあ楽天トラベルはですね本当にポイントがたくさんもらえたりとかですね、割引も入れるとね、まあ、かなりねお得に宿泊することが可能です。ちょっとねこちら一例なんですけども、こちらですね大阪いらっしゃいプランっていうね、関西圏に、住まわれている方限定のプランなんですけども、 USJ のですねワンデーチケットが、まあ、付帯している4名部屋とかですね予約した場合でも、この GoTo トラベルキャンペーンのね、適用すると3万160円でね利用することができます。さらにですね1人2500円分のシレスポイントっていうのがバックされてですね、さらにこちらは、USJ のねチケット付きということになっておりますんで、1人ね7800円分がね、チケット、まあこちら4名分ついて、まあさらにね楽天の通常ポイント分がね464ポイントがついてですね、こちら3万160円でね利用できるということで、 USJ のねワンデーチケット3万1200円するわけなんですけど、まあそれをね下回ってる金額っていう風になってるんですよね。さらにここにキャッシュレスポイントが入って、まあ、実質は普通に USJ に行くよりね、まあ、安くね、まあ、利用できるっていう感じで、まあ、かなりお得ですよね。まあ、こちら関西圏限定っていう風にはなってるんですけども、まあ、かなりね魅力的な、まあ、値段設定と言えるのではないでしょうかね。こちらもですね注意事項に記載があります。こちら楽天トラベルの Q&A にね、まあ、記載があるわけなんですけども、こちらもね読み上げちゃいますね。今後、東京以外の対象外エリアの地域が出た場合はですね、すでに予約している場合であっても GoTo トラベルキャンペーンの割引された金額を追加で払いしていただく場合がございますということで、こちらね記載があります。でまたねこのその際のキャンセル料もですね保証はありませんっていう風に記載がされておりますので、やはりですねヤフートラベル同様に楽天トラベルでもですね GoTo トラベルキャンペーンのね対象外エリアがね増えてしまった場合は追加で支払いが必要、またねキャンセルにしてもですね保証はありませんっていうね記載がありますので、この点はね特に注意していただきたいなっていう風に思います。まあ楽天の場合ですね、まあ、先ほど言ったプランもそうですけども、普通にね、USJ 行くより、まあ、宿泊していった方がですね実質金額としては、まあ、下回ったりするんですけども、まあ、こういう記載がね、まあ、ありますんで、この点もね、確認していただけたらなっていうふうに思います。次にね一級 .com ですね。こちらはちょっと高級系のホテル掲載が多くてですね、またステータスとかもあって、まあ、人気のあるねこの一級 .com なんですけども、今日紹介した中でですね、まあ、一番注意をねしてほしいなって思う、ホテル予約サイトっていう感じになっております。こちらはちょっと画像を出しておきますけども、こちらねチェックアウトが9月1日までのチェックアウト分の話というふうになるんですけども、サイト上でですね GoTo トラベルキャンペーンの対象設定されてない、またね
Yahoo トラベル上で GoTo トラベルキャンペーンのクーポンが適用できないものの、キャンペーン参加がねされてない事業者もヒットするっていうのがね一部あるっていうふうに記載がされてるんですよね。これはね特に注意していただきたいですよね。でこれをですね読み進めていくと、じゃあそれをね、どうやって見るか、確認するかっていう話なんですけども、その場合はですね公式サイトのリンクがね貼られていて、自分でねこの対象かどうかっていうのをね、調べなきゃいけないっていう感じになっておりますので、この点をね、特にね注意していただきたいなって思う部分なんですよね。またなんですけども、こちらオンライン決済の予約っていうところで注意事項が記載されております。こちらもですねここら辺にちょっと画像を出しておきますけども、今後予約が、GoTo トラベルキャンペーンの支援対象外になった場合ですね、その場合予約者に事前に承諾を得ることなく自動キャンセルしますっていうね記載がされております。これはねちょっと自動キャンセルって感じですよね。しかも承諾を得ないで自動キャンセルっていう感じなんですよね。でまたなんですけども、これまだ続くんですよね。キャンセルされた場合なんですけども、これ自動キャンセルされてそのキャンセル時点でですねキャンセル費用が発生した場合はですね、これキャンセル費用は請求しますって書いてあるんですよね。これはっていう感じですよね。いや、なんでこんな風になってしまったのかね、ちょっとわからないんですけども、一応ね、こうならないようなね、対処法っていうのもね、一緒に記載はされておりまして、現地決済プランを適用していただいたりとかですね、クーポンを外した状態で予約して、チェックイン前日までね、クーポン適用するみたいな感じでやるとですね、一応対処法は記載されてるんですけども、これはですね、もうちょっとね、公式サイトのトップに出していただきたいぐらいのね、ちょっと大きい注意事項ですよね。かなりね厳しい対応だなというふうに思うんですけども、この点ね先ほども言った通りね、高級ホテルのね掲載も多くてですね、金額がかなり高いっていうふうにもなりますんで、この点はね本当に注意していただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね GoTo トラベルキャンペーンの注意事項をですね旅行会社別に動画ね解説させていただきましたけども、皆さんね GoTo トラベルキャンペーン販売がですね始まって予約ね持たれている方ある程度いらっしゃると思うんですけども、注意事項ですね確認するようにしていただけたらなっていうふうに思います。先日の報道ですね、新規対象外エリアの発表された場合はですねキャンセル料を保証しないっていうね報道が出てしまい、それに伴ってね、こういう対応になってしまったのではないのかなというふうに思うんですけども、ちょっとね後出しじゃんけん的なことがですねちょっと多すぎてですね、本当に全体的にはですねお勧めできないかなっていう状況が続いているわけなんですよね。またね新型コロナウイルスの新規感染者の方もかなりね増えてきてしまっているので、今後ねどういう発表がされるかっていうのはねちょっとわからないっていう点でもですね、ちょっとね、っていうところなんですよね。ですので、この点はね、忘れずに覚えておいていただきたいのと、旅行する予約サイトですね、随時チェックするようにしてくださいね。政府の発表に伴ってですね、旅行会社も、対応していくっていうことになりますんで、旅行会社の対応もどんどん変わってくると思いますので、予約持たれている方、今後ね、予約しようと思っている方はですね、旅行会社等々の注意事項、本当によく確認してからね、利用するようにしてくださいね。これでね、せっかくお得にね、旅行できると思っていて、結局旅行に行けなかったっていう風になった時にですね、しかもそのキャンセル費用をですね自己負担でしなきゃいけなくなるとかね、そういう状態になったらですねすごいなんか損した気分になってしまいますんで、公式サイトですね特に注意して確認していただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういったお得情報、ANA マイル、JAL マイル、クレジットカード、マリオット、ボンボン、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。